腹が空いたらモンスター。こんにちは、ロシアン佐藤です。はい、今日もご覧の通り出張です。今日は松原団地から徒歩1分ぐらいにある高野目さんというところに来ております。なんでもですね、ここは大盛りを注文するとですね、いくらでも麺量を増やしてくれるという噂を聞きつけまして、ロシアン今日は出張しに参りました。でですね、今回お二人のゲストの方をお呼びしております。まずこちらの、お店ブッキングしてくれたすする TV のすするくんです。どうもすするです。すするする盗聴みたいですどうもあのよろしくお願いしま す, ラーメンといえばすするくん、はい、でもう一人すするくんとよくセットといえばこの人よくセットです。歯磨きするならサンスター。どうもー。コメディセンチ竹中でーす。イエーイ、サンスター。サンスターなんですよ。サンスター竹中さん。はい、お願いいたします。でですね、今日はこの3人で高野目さんで、はい、なんかラーメンと混ぜそばがメインであるらしいので、はい、はい、それをですね食べてみたいと思います。見てねー。見てねー。すする君に食券でデュエルができそうですね。ピローンって、はい。でね、メニューは2キロにしてもらいました、パネとか。楽しみだな。ラーメンですね。竹中さんのラーメン見たけど、尋常じゃないよ。これでも結構盛りがすごいです。すごいですね。お、混ぜスキルがすごい必要じゃないですか。カツオの匂いがする。そうです、なんか高めの混ぜそばってちょっとまだまだラーメンと混ぜては違うんだ。結構違う感じです、来る。あーやばい、ちょっと待って、すごい大きいの来た。そうそうこんな感じです。なんとサービスでチャーシューが丸々1本ついてきました。ハハハハ。
あ、やった。おお。生姜もらいました。生姜が無類の生姜です。パパこれぐらいです。大根。だいぶ減ってきた。生姜だけにしたい。おお。生姜マジ大好きなんですよ本当に。あ、そうなんだ。スリバチを初めて見たかもしれない。いや、すごいですよ。こんなだよ。あんなスリバチあるんだぐらい。本当に。こんなだったでしたね。でも本当、めっちゃ美味しかったです。油が、やっぱ背脂が最後まで美味しかったんで、なんとか、なんとか、よし、ごちそうさままで行けたみたいな感じでした。はい、私、今日混ぜそばだったんですけど、はい、ラーメンが一押しなんですよね。それラーメンも美味しかったですよ。ちょっとまたラーメンも食べに行きたいなと思います、はい、ラーメンは普通の大きさで食べられてるなんかトッピングとか味変とかもね、なんかチーズとかありますね、そうですね、トッピングでとかすごい気になったのでやってみたいなと思いました。はい、今日はありがとうございました。お付き合いいただいて、はい、それではお腹が空いたらモンスター、今回もここまで見ていただいてありがとうございました。またデカ盛り出張チャレンジをやってみたいと思います。今日のゲストはポモ2センチの竹永さんとすする TV のすするくんでした。バイバーイ。